こんにちは。センターシールRのビデオメイキングアーカイブ IL2C の、シャープ6の14第14回の方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。なんか随分間が空いたような気がするんですが、実は2日しか経っていないというぐらいちょっとずっと悩んでいたんですけれども、ですね、このビデオまあ、メイキングアーカイブなので、こう何て言うんです、その実装する過程とか、まあ、そういうのは全部明らかにしたいと思っていたんですが、ちょっとね、抜本的にIL コンバーターのあたりに手を入れないとなんかよくわかんないなみたいなになってきて、ちょっとオフラインでガリガリとソースコードを変更して、で、とりあえず実装しました。で、今日はまあそこら辺の話をしつつ、まあどんな具合になったのかっていうのの確認をしていきたいな、みたいな感じに思っています。で、これ私が、まあ、結局問題はどこにあるんだみたいなのをずっと書きながら、考えていた図なんですが、これが邪魔かな、レイヤーが邪魔、こんな感じかな。はい。で、まあ結局ですね、スタックの、スタック使用している、例えばここで言うと、この例で一番左上のこのシンプルな例ですけどね、この例でいくと、まあこのスタックに最初に積まれた値と次に積まれた値、そして足し算した結果、それからそれが、ループで繰り返されて、要するにスタックを再利用するんですね、部分的に。部分的あるいは全体かもしれないですけども、再利用すると。で、その時にスタックに積まれているその型というかですね、まあ、これで言うとあれですね、イント32の値、イント32の値を両方ともプッシュして、アットすると結果はイント32なので、イント32の値がプッシュされている。で、これが繰り返されるみたいな感じになってるわけですよね。だから結局、なんかこう、想定されるインデックス、スタックのインデックスのところに、その、どんな型の値が含まれているか、積まれているか、っていうようなことを追跡する必要があるっていうのが、なんかそう、ぶっちゃけて言うと、まあそういうことですね、さっくりと言えば。で、こっちのパターンが、これ、まあ LDCI8.2 っていう命令はないんですけど、まあ要するにはスタックに64ビットの値を積むみたいなイメージで書いたんですけど、つまり最初のこれは32ビットの値を積む。そして次は64ビットの値を積む。で、これをアットすると、そうすると結果は64ビットになる。実際には、イント32とイント64のアットっていうのは、インバリッドな命令なんですけど、まあ、この間から言ってるように、ネイティブイントが、足し算の対象になって、で、さらに64ビット環境で動かしている場合、まあ、ほぼこれと同じことが起きるわけですね。で、そうすると、スタックに64ビットの値が結果として積まれるので、これをループしたときに型が合わなくなるみたいな問題が発生するわけですよね。で、まあいろいろずっと考えていたんですが、まあぶっちゃけで言うと、そのなんかこうブランチでジャンプするとき、まあ、コンディショナルジャンプでもそうでなくてもいいんですけど、すでに解析されている場所に対してジャンプをするときですね、に、もともとここの、こう、遷移先というか、ここで想定されるスタックの並び順、もうちょっと言うなら、スタックに積まれている型の並びですね。ここで言うなら、ちょっと字が潰れちゃってますけど、32ビット、64ビットっていう順に積まれているっていうのと、いざここでブランチして、ここへ戻ろうという時に、
同じように32ビット32ビット64ビットっていう順に積まれていれば、そうすればついつまが合うわけですよね。でそれは突き詰めていくと、ここのこの3つの値がこの後続の命令ですね、ここではあと2つあるんですけど、ここがスタックのコンシューマーになっていて、こいつらが、このスタックをどうやって消費して、結果的にどういう形になるのかっていうようなことを追跡すれば、そうすれば、型が一致したか不一致したかみたいなことがわかるわけですよね、厳密には。まあ、ところがですね、こう、あっと、まあ、普通にこう、あっとあっとしたときに、32ビットと64ビットの、その、交わる計算がした場合、その、32ビット、片方のオペランドが32ビットだったとしても、そいつがまあ結果として64になるので、そのスタック の, 同じインデックスで異なる型になるっていうのが、まあ ここにはこのブランチの間に挟まる命令のこう種類組み合わせによってさまざまな可能性があるわけですよ。その変わっちゃったり、まあ、同じのまま使い続けたりとかいうようなことが、なので、一つは型が同じ場合はローカル変数として定義したものは再利用する。それから型が変わった場合はそれごとに、ローカル変数領域を定義する。32ビットと64ビット両方とも、定義し直す。まあこれ今ちょっと口で言ってると分かりにくいんで、後で総数というかどうなるかっていうのは見せるんですけれども、っていうようにしてあり、なおかつ、とあるスタックの位置を使おうとしたときに、そこが以前32、例えば今まさに32ビットでスタックに値をプッシュするっていうときに、以前そこに32ビットで値をプッシュしようとし、プッシュしていたことがあれば、そのローカル変数領域は再利用すると。っていうような感じにして、で、なおかつ、ここからブランチでこちらに戻るときですね。戻るときに、このここの時のスタックのすべての並び、スタックの底からの並び、そこから現在に至るまでの並び と、この遷移先、ジャンプ先においてのスタックの並びが、型について同一かどうかというのを調べると。で同一ならいいんですよ。同一なら結局スタックレイアウトは変わってないということなので、そのままジャンプして、処理が遷移しても、全く問題ないと。問題は違う場合で、違う場合は、ジャンプした後、その先からまたパスを、出力し直さないといけないですね。で、しかも、この新しい、その型の組み合わせでも降りて、もうちょっと言うならば、最初に解析した時には32ビット、64ビットとして割り当てられているので、そのようにローカル変数も割り当てられます。しかもそのローカル変数を使いながら計算とかをするわけですよね。そういう C のソースコードが吐き出される。で、2回目、まあ、ここでブランチした時に、このパスが Q に書く。格納されて、その Q が取り出されて、で、再評価するときですね。に、たとえ以前同じ場所を評価済みであったとしても、ここのスタックの並びが違う。さっきは32、32、64だった。今度は64、64、32。みたいになってるような、型の並びが違う場合ですね。その場合は、ここの、ソースコードをあえてもう一度パスを再評価する。で、しかも、ここの64、64、32として再度割り当てた、別の領域として割り当てた、ローカル変数を使ってソースコードを再出力する。その結果ほぼ同じようなコードだけども、ローカル変数、使うローカル変数ですね、使うローカル変数のシンボル名だけが違うソースコードが、まあ、2回、まあ、あるいは、その型が一致するまで繰り返し違う異なるパターンのものが出力されるっていうようなことになるんですよね。で、これ、そんな繰り返したらいくつもいくつも同じようなことが出るのかというと、多分ね、
今言ってるのはすごいレアケースで、そんなような そのなんかいくつもいくつもあのそのパスを再評価してソースコードを出力するっていうのは多分稀だと思ってます。まあこれあのちょっとあのある程度ですね、あのこの IL2C ができた時になんか大きいあの DLL とかをかませてみて、な実際どんな感じに出るのかっていうのをちょっと評価してみないとわからないんですけれども、あの今ねあのその対応している IL が少なすぎるのでちょっとそれはできないので、あのまあそれはあの後々あの大体のあの IL があの実装できた時にはちょっとそれをあの試して、でどれだけ繰り返し出力されるのかみたいなことをあの評価してみないとなとは思ってるんですが、多分予想ではそんなに多くはない。なぜかというと、現状の C シャープのあのロズリンのコンパイラがこういうふうにスタックを駆使してあのできるだけローカル変数を使わないように、あのしかもあのスタックをあの中途半端に積みながら、なおかつ、そのスタックの中途半端な状態のところにジャンプして、で結局スタックのこうプロデュースとコンシュームがあのつじつまが合うようなソースコードあの IL を出力するっていうのは多分そこまでのことはやらないと思ってるんですよ。あの実際やらないかどうかわからないですけど、あんまりそういうコードを実際見たことないので、なので今はそんなに問題にならないかなと思っている。で今回考えた方法で一つだけ懸念点があって、それはさっき言ったようにここでブランチして戻るときに、この、戻り先の、で想定されるスタックですね、これと完全に一致することっていうのを確認してるんですけど、実際はそうじゃない可能性もあるんですよね。ものすごくうまく IL を組めば、そうすればここのところとここのところでスタックの、消費スタック数が違うという状態でも結果的に破綻させずにあのプログラムを構成するということも多分できると思うんですよ。それはつまり例えばですけど、ここの状態でスタックを10個積んでるとします。だけどここに来た時にはスタックが5個になっている。でもあの実際に繰り返し処理をあのこういうふうにジャンプでさせたとしても、あのうまくつじつまが合うようにあのスタックが消費されるというコードを書くことは不可能ではないと思うんですよね。でそういう場合、さっき言ったここをあのスタック の詰まり具合が完全に一致するかどうかっていうので見ると、冗長なコードが出力される可能性がある。もうちょっと言うと、それって、暗黙に CLR が実行時にあの判断していることに相当するんですよね。あのスタックがいくつであろうが、その後続するあの今から評価するその IL の命令に従って、あのスタックを消費していけば、あのリターンまでにまあ辻褄が合うようにスタックが完全に消化されるんであれば、それは動くコードってことなんですよ。だけど、IL2C が、IL2C はインタプリターではないので、なので、ここでワンループしたところでそれって本当に辻褄が合うあのスタックの積み具合なのかというのは実際に動かさないとわからないんですよね。でもここではインタープリターではないので動かさないんですよ、完全に。つまりなんかスタック完全に消化しきるまで動かして、そしてリターンに遭遇して、あ、最終的につじつまがあったよねっていう状況は、あの IL2C の中ではそういう確認はしないわけですよ。終わらないかもしれないんで、まあ普通にあの前から言っているように IL2C はインタープリターではないので、あのそういうことはやらないし やっちゃいけないんですね。なので本当のところそれでうまくいくかどうかはわからないし、それをやると、うん、ひょっとしたらなんか異常なコードが出てくるのかもしれないですけど、それも結局ロズリンがあのそういうなんか技巧的なコードを出力するかと言われるとしないと思うんですよ。人間が考えてもちょっと頭ひねらないとそういうコードを生み出せないぐらいなので、なので、まあ、ちょっとそこの部分はですね、置いておこうかなと思っています。で、唯一考えたのが、今ここで、まあ、散々例に挙げてる、まず1が積まれて、2が積まれて、そして、まあ、この例でいくと3が積まれてみたいな話をしてるんですけど、
この一連のループを構成しているこの全体のコードですね、ここの IL に来るまでの間にもスタックを使ってたりするわけですよ。ここはクエスチョンで表したんですけど、使ってる可能性がある。そいつは影響を及ぼすのか否かみたいなのは一応考えて、今クエスチョンって書いたんですけど、クエスチョン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 、まあクエスチョン、クエスチョン、クエスチョンと。さっき言ったように、この戻る先ですね。戻る先と、このブランチのところのスタックが、まあ、完全に一致することを確認してるんですけど、その大前提としては、こいつが変わってしまうようなコードは、IL2C として受け取らないという大前提においてるんですが、その大前提において言えば、このクエスチョンは特に影響がない。ずっと 見たけども、特に誰も何も触ってないですよね。まあ、ひょっとしたらこれらの中でそこを参照することはあるかもしれないけど、まあ、誰も触ってない。参照できない。できないか。スタックなんでね、ポップしない限りはできないんで、やっぱりできないですね。なの、まあ、微妙ですけど、まあ、まあ、ほぼない。ので、まあ、そこの部分についても、今は考える必要がないかなと思っています。もし考えなきゃいけないなっていうのが判明した場合、さっき言ったように大規模な、例えば MS コアリブ全体を変換してみるとか、まあ、そういうことをすると、ひょっとしたらそういうことが出てくるかもしれない。で、そういう場合に、まあ、どうするかなんですけど、結局、この例で言うなら、ここのアットアットとかで、そのスタックを消費した、その消費した範囲というのを検出して、うまいこと検出して、で、その範囲において一致してるかどうかみたいなのを見る。まあ、この図はね、人間が目で見て判断したんで、今これ矢印書いてますけど、こことここですね。ここの範囲が一致していればみたいなのは、この図を見れば明らかなんですけど、これを機械的に判定するためには、アッドがどう消費されるスタックを使うかっていうことが追跡できなければいけないので、これはね、ちょっと考えてたんですけど、結構難しい。ついつまが合うように考えるのは難しい。っていうことが分かっているので、とりあえずですね、その IL2C のその中核部分として、その IL コンバーターっていうクラス書きましたけど、あのあたりがもうちょっとしっかりしてきてから改めて考え直してもいいかなと思っています。で、あと、今考えている方法でいくと、非常に冗長な C のコードが出てくるだろうと。なぜかというと、スタックを操作するのにローカル変数への入れ直しとかですね、そういうのが事細かに全部スタックのローカル変数、ややこしいですけど、に代入するという形で現れてくるので、まあ、非常に冗長なコードが出てきます。でそこがね、なんか人間の目で見ていくと、これなんかいらないじゃんとかいうのはすぐわかるんですけど、まあそれはおいおい多分ある程度短縮する方法があるので、できそうなので、まあ、それはまあ、なんかできてから、取り組めばいいかなというふうに思っています。と、あと、ずっと関心事があることとしては、そういう冗長なコードが C のコンパイラーにかかった時に、果たして最適化で全部消去されるのかどうかですね。僕が頭で考えるよりも、おそらく、C の、コンパイラーの方がすごく賢いと思っているので、最適化を有効にしてコンパイルすれば、まあ、全部バッサリと消えてくれるんじゃないかなと淡い期待をしているわけです。はい。さて、ではですね、まあ、ちょっとこっちの方にもなんかいろいろ書いてありますけど、まあ、この辺もなんか、どうやってあれですね、そのパスをどうやって識別するかとか、まあ、そういうようなことをちょっとメモ書きで書いたんですが、まあ、この辺はソースコードを見ながら解説したいと思います。はい。で、ざっくりとなんか説明しないと分かんねえかな。新たな武器、緑色のペンを入手しました。まあ、それから直接関係ないんですけど、ですね、まず、どっから話せばいいかな。そうそうそう、大枠として、デコードコンテキスト、なんか箱がサイズがよくない。
レコードコンテキストというクラスがあります。こいつが中核になります。これは、最後にソースコードを書いたときにアプライコンテキストというクラスを作ったと思うんですけれども、あのアプライコンテキストの中に入っていた情報もすべてここの中に、結局取り込まれました。で、ここには何があるかというと、一つは、メソッド、メソッドインフォメーション、メソッドの情報ですね。メソッド名とかもそうですし、それから、メソッド の, あのローカル変数、それからパラメータでアーギュメントですね。パラメータ、それから、IL ボディですね。IL ボディが含まれています。メソッド名が含まれているのは、情報として、明らかにおかしい IL が来たときに、例外をスローしたいんですけど、その例外をスローしたときに、まあ、そのメソッド名みたいなのをつけとくと識別しやすいよねっていうのがあって、まあ、一応全体の情報として、そいつがここに格納されていると。で、それからですね、何があったかな。結構ね、説明が難しい感じになっちゃって嫌なんですが、ちょっと待ってくださいね。自分でも見ないと分かんない。分かんないです。これと、あ、じゃあ、これじゃない。スタックインフォメーションズというクラスがあります。もう一つ切れてないか、切れてない、スタックインフォメーションという、クラスがあります。クラスというか、まあ、こいつはこう小さいんで構造体にしたんですけど、まずこいつには何が入っているかというと、シンボルネーム、それから、ターゲットタイプ、はい、スタックインフォメーションにはシンボル名と、それからそのターゲットタイプですね、これが入ってます。これはつまり、ローカル変数として、このような定義をスタックごとに定義するんですけど、この int32t というそのローカル変数の型ですね、これがターゲットタイプに入っていて、シンボル名、これちょっと長いですけど、アンダースコアアンダースコアスタック0アンダースコア int32 アンダースコア t みたいになっていて、それがシンボル名として格納されています。で、こうやって、同じスタックの0番目、インデックス0に int32 t の値が入る場合もあれば、int64 t の値が入る場合もあれば、まだ僕らやってないですけど、文字列が入る場合もあれば、なんか何らかの型が入る場合みたいに、さまざまなものが考えられるので、もしその、スタック0にプッシュする値が異なる型のものが、その同じメソッド内でプッシュされるような状況になる場合は、こうしないといけないですね。Tのスタック0のint64ギター、こんな感じですね。異なる型の値をプッシュしたときには使い分けないといけないんですよ。で、こういうのをその同じスタック0、これ全部スタックの
0番目に相当するんですが、まあ、他の方使うたびに、こう異なる、ローカル変数を全部定義する必要がありますと。これを、まとめているのがこのスタックインフォメーションズですね。つまり、概念的にはですけど、スタックインフォメーションの配列みたいな、まあ実際にはリストなんですけど、これが入っています。その、このスタックの種類ごとに入っていますと。これが、ここに入っている。こういう感じですね。そうだよな。ちょっと待ってね。確認します。大丈夫かな。はい、そうですね。で、まあ、あと、インデックス。これは、このスタックの、この数字ですね。これ、スタック0のものなのか、1のものなのか、2のものなのか、みたいな、そのインデックスがここに入っています。もう、本当わかりにくいんですけど、実際のスタックがこうあったとします。ここで図を書いて明らかにしといた方がいいよね、やっぱりね。ややこしすぎるんで。まあ、スタックがこんな感じで使われますよね。で、スタックのインデックスを0、1、2というような感じで定義した場合、ここが、スタック0に相当する。ここが、スタック1に相当する。ここが、スタック2に相当する。みたいな感じで、N 個ね。N 個。だから、ここが、同じ型で再利用される限り、1個の定義だけで済むけど、あるときは、プッシュ32ビット。あるときは、プッシュ64ビットってことが発生した場合は、この定義を、異なる定義を割り当てて、そのローカル変数を参照するようにコードを生成する必要があるということですね。この番号をインデックスと呼んでいて、こいつが、ちょっとね、インデックス、用語がね、いろんなところで使っちゃってて、ちょっと紛らわしいんで、どうにかしたいなと思ってるんですけど、これが、ここに、入ります。それから、そうですね。と、あと、スタックインフォメーションポジション。スタックインフォメーションポジション。これは、この N 個のスタックのうちの、現在どれを使っているのかっていうのの、番号ですね。これ、0番、1番、2番みたいになると、まあ、何番目を使っているかっていう番号が、この番号がここに入っているっていうような感じです。これは単純に、今プッシュされている値が結局どれを参照すべきかっていうのを表している、そういうものです。本当にややこしいんですよ。こんな感じ。はい。C シャープのコンパイラで、コンパイラというか、インテリセンス任せで試行錯誤しながら、作り上げたんですけど、全然関係ないですけど、パズルとかって、一個一個の問題を解決しながら解いていけば解けるっていうパズルもありますけど、なんか、あれとこれとそれを全部同時にガシャってやらないと、なんかパズルが組み上がらないみたいなものもあるじゃないですか。まさにああいう感じですね。なんで、もう非常に、なんか、しかも、だから説明しにくいというか、ややこしくて説明がしにくいんですけど、まあ、ちょっと脱線しました。はい。で、このスタックインフォメーションズは、
クローンできる。クローンできます。これがさっき言ってた、スタック、あれですね、遷移先に移動した時のためにコピーし、まるっと全部今の現在の状態をコピーしておいて、でそれを再利用するっていうようなことをできるようにするためにクローンというメソッドを持っています。はい、まあ、あとはあれですね、ここで定義した全てのこのシンボルを取り出したりとか、まあ、そういう細かいメソッドは若干あります。それからですね、ちょっと待ってくださいね。それからこっち行きますか、ね、メソッドインフォメーションと、それからターゲットインデックス、ターゲットインデックス、これはもう IL バイツのインデックスですね。 IL バイツに対するインデックス、どうしよう、 IL バイツのインデックス、まあ現在どこのバイトを見てるか、バイトコードを見てるかっていうインデックスですね。それから、パスナンバー、パスナンバーと、それから、なんていうか、デコーデッドパスナンバーズ、があります。で、こいつはあれですね、これはなんか配列になっていて、指定された位置 のバイトコードが、解析済みかどうかというマークをつけるという話をしてたと思うんですけど、まあ、あのアイデアはまだ生きてますよ。で、ただし、どの何回目のパス解析に使われたかっていうのが一応番号で格納されるようになっている。前のアイデアでもまあ単なるフラグとしてマークをつければいいかって話をしたんですけど、これはパスナンバーを、現在のパスナンバー、これ初期値が1になるみたいなイメージなんですけど、それが、解析済みのそのオペコードに対応する位置のところに代入されていくという感じですね。で、パスは、メインパスを最初に解析した後、次のパスを解析するってやるたびにインクリメントされている、インクリメントされていくというような感じです。で、こいつが、どうだったかな、ちょっと待ってください。これは、あ、間違えた、あれか。入れます。はい、今のところマークにしか使ってないです。何番目のパスの解析かっていうのは、まあ、番号で分かるとデバッグの時に まずいつのパスのやつだみたいな、そこの今見てるバイトコードはいつ解析対象になったのかっていうのがまあ分かるっていう意味もあるんですが、この番号は、確かその、条件分岐で分岐先を新たなパスとして Q に入れた後、そのパスを解析しようという時に、なんだっけ、さっき言ったように、すでに解析済みかっていうこと以外に、スタックの、状態がさっき言ってた、このスタックインフォメーションズ全体がその遷移元と遷移先で全く一致しているかどうかを確認するっていう話をしたんですけど、それに合わせて、全く一致していない、一致していない、部分的にまたは全体的に一致していないっていう場合に、再解析しないといけないんですよね。
そこは、デコデとパスナンバーズはもう何か何らかの番号が入っているはずのところなんですけど、そこの部分を再解析しなきゃいけない。多分ねそこの部分を真面目に、実装しようと思ったと実装しようとすると、その遷移先の最初に割り当てられている番号、これ多分例えばメインパスだとこれ1が入っていて現在は5とかになってると思うんですけど、その場合 1ってマークされているところ全部を解析するんですよね。なので多分その対応を取りながらなんかあの解析をしなきゃいけないような気がしていて、なので、ここはあの今のところはマークでいいんですけど、なんか番号を入れといた方がいいんじゃないかなと思って番号を入れるようにしてあります。わかんないです。ひょっとしたらいらないって話になるかもしれないですけど、なんとなくいるような気がするので入れてあります。とあと、これは何だったかな、スタックの、あ、そうですね。で、このスタックインフォメーションズ、スタックインフォメーションズリストといったらいいのかな。これですね、これが、こういう感じ、スタックインフォメーションズリストが、N 個あるみたいな感じですね。これが、この、解析済みのスタックの積み具合全部に相当するといったらいいのかな。もう、本当にややこしいですけど。もう一回、ここはインデックスの説明のために書いたんですが、インデックスとシンボル名の対応なんですが、ここに入っているものはどういうものかというと、こんな感じになっていて、それぞれに、スタックインフォメーションズが入っている。ちょっと便宜上、2とか1とか0とか書いておきますか。こんな感じですね。こんな感じで N 個入っている。先ほどとの話を総合するならば、この1個の中に、スタック0321とかスタック0イント、あ、じゃあ3じゃないですか、64キーとかいう感じで、これが入ってるわけですね。まあこっち上げるならスタック1イント321だけ かもしれない。この1番目のスタックで要求された型全てが列挙されるんですが、まあたまたまイント3にしか使ってない場合は、ここにはイント3に t しか入ってないかもしれないですね。まあここにも何か入っている。っていうような、この全て使った分、少なくとも使った分だけ、このスタックが、生成される。これはおそらく、確認はしてないですけど、おそらく、メソッドボディのマックススタックの値と同じになるんじゃないかなと思っています。ドットマックススタックですね。はい。というような感じ。多分要素としてはここまでかな。あ、そしてあとはあれですね。パス、ドメインズ。これ Q のことですね。Q。
ブランチの、条件分岐が発生した場合、そのままスルーする方は解析を続けるけれども、分岐先を、ここの Q に挿入すると。で、挿入する際にこの現在のスタックインフォメーションズのリスト、これ全部についてクローンを呼び出して、完全なコピーを作り、それを Q に積むみたいな感じでやります。で、パスを、現在のパスを全部解析したら、そしたらパスナンバーがインクリメントされて、そして Q からその積んでおいたスタックインフォメーションズをガバッと取り出してきて、現在のこのスタックインフォメーションズリストに入れ直して、で、再び解析を行うみたいな感じにするわけですね。ああ、大体こんな感じですかね。はい、一応流れとしてはこんな感じで、まあ、あと、ここにいっぱいメソッドが、いっぱいってほどでもないですけど、なんか生えてます。ちょっとここじゃあこれかな、生えています。まずですね、まあデコード系ですね、一つは。デコード系メソッド、まあ一個しかないんですけど、こいつは、アイルコンバータの特定、バイトコードのデコードして、トライ、デコード、バイトコード。をします。これはまあ1バイトコード、2バイトコードみたいなのを対応していて、結果として、IL コンバーター、IL コンバーターが得られるみたいな、そんなメソッドです。それから、フェッチ。フェッチ系。これは、IL バイツからその指定された、値を取り出す、現在の位置からの、現在の位置から値を取り出して、その分、インデックスを進める、何を言ってるかというと、まあ、こんな感じのものです。フェッチバイト、フェッチバイト、フェッチバイトを呼び出すと、現在の IL バイツ、IL バイツから現在指している場所から1バイト値を取り出して返しつつ、現在見ている場所を1個進めるんですよね。まあ、この時に、IL バイツ全体の、最後まで行っちゃって、そこから先を読もうとしてももう読めないっていう場合があり得るので、その場合は、プログラムがまあ不正だということでスローするみたいなことがここで行われてます。で、あとは内部的にこのフェッチバイトを呼び出すような、フェッチバイトを呼び出すような感じで、フェッチユーイント16とか、ユーイント32とか、ユーイント64というのが定義されています。今後、不動小数点やる場合は、なんかフロートとかダブルとか、必要になるような気はしてるんですけど、まあ、とりあえずそれは必要になってからでいいかなと思ってます。っていう、フェッチ関係の、メソッドがあります。それから、ターゲットインデックスですね。その IL バイツを見る場所。こいつを、操作するためのメソッド。インデックス。これは、トランスファーインデックス。X で、なんだ、オフセット。指定されたオフセットのところへ、次の読み取り先ですね、ターゲットインデックスを移動するみたいな
あの、まあ、まさにあのブランチで使う目的ですね。で、あと、はあ、セットインデックス。これはまあダイレクトに指定されたインデックスに直接あのターゲットインデックスをあの変更するというような感じですね。これはあのパスの、あのパスを再解釈するときの移動先をセットするみたいなことに使います。それから、スタックの操作ですね。ちょっと書く場所がない。スタックの操作はプッシュとか、ポップとかがありますと。で、プッシュは、書いとくかな。はい、プッシュは、必要となる方を、というか、プッシュしようとしている方を、ここに指定するようにします。例えば、int32t だったら、タイプオブイントとかいうふうに指定して、プッシュしてやると、そうすると内部では、さっき口で散々言ってた話ですね。ここの部分で、もし指定されたものはすでに割り当てられていれば、そのシンボル名を返すし、そうじゃなければ新たに割り当ててそのシンボル名を返すみたいなことをここでやっているという感じですね。で、あとポップの方は、現在参照している位置っていうのがこのスタックインフォメーションポジションにあるので、これが、デクリメントされて、そして、デクリメントした先の、要するに一つ上のスタックですね、今ここを参照しているとするならば、一つ戻ったところのここの、選択されている、値を、返すみたいな、あ、違うか、違う、え、ちょっと待てよ、違うかな、あ、っていうか、スタックインフォメーションポジションをデクリメントして、スタックインフォメーションズリストのポジションのゲットカレントウェブをなんか説明しながらひょっとしてバグを見つけたのかな、これ。いや、ちょっとあんまり自信ないな。ポップだもんな。ポップして、今ね、なんかここの操作をしてるんですけど、なんだこっちやねえかなっていう気が。ちょっとまあ、後で確認しますね。まあ、言ってることはそういうことですね。この、スタックの一つ戻ったところを見て、そこに対応する、スタックの値を返すみたいなことをするという感じですね。ですと、まあいいや。じゃあ次行こう。それから、まだあるんですよ。というか、まあ、あと一つです。もうあと一つですけど、パス。パスを操作するためのメソッド、ちょっと字が汚すぎる。スタック。パスはですね、enqueue。これ、ちょっとメソッド名、正確じゃないです。多少省略してますし、見れば分かるような感じで書いてます。enqueue と、それから、できる。enqueue はあれですね、その、条件分岐命令を見つけたときに、このパスリメインズにキューイングするということをやるためにこれを読み出すと。で、dequeueの方は、そのQに溜まっているものを1個取り出して、で、そこから解析を開始できるように、まあ、さまざまな初期化を行うみたいな感じですね。このデコードコンテキストを入すると、1個だけ Q が入った状態として初期化されます。それは、あれですね、その IL バイツの本当先頭の位置を指すようになっていて、で、dequeueすると、そこから解析を開始できるような感じになる。だからまあそれを使ってループを構成するように書けば、
そうすれば全部今言ったようなことをこうつらつらと動かせるようになるみたいな、そういう流れです。おお、長かった、まあ、大体こんな感じですね。ざっくり説明しました。なので、ちょっと写真を撮っておいて、もしソースコードを眺めていてよくわからんなと思ったらこの図を見ていただければなんか構造がわかる、わかるかな、買ってほしいかなみたいな写真を撮りましたので、それは後で流しますと。はい、じゃあちょっとずつ説明しましょうかね。まあ、ざっくりと、まず、これがその噂のデコードインデックス、デコードコンテキストですね。これはもう GitHub にプッシュしてあるので、見ることができると思いますが、つらつらといきます。一応ちょっと長いので、ある程度の枠でリージョンで区切っておきました。まあこんな感じに大体区切られていますと。で、まずプライベートタイプスの中に、スタックインフォメーションズ、さっき説明したクラスですね。と、それから、ブランチターゲットインフォメーション。これは Q の中に格納されるクラスですね。クラス、まあクラスインスタンスですけど、まあ Q、クラスですね。が定義されています。で、それの他に、外に、スタックインフォメーションという構造体が定義されています。で、こいつは単純で、シンボル名と、それからターゲットタイプを対にして保存しています。あとは、まあ、こいつが一致しているかどうかが確認できるように、イコールズが定義されていますね。で、これは結局、スタックの構造が完全に一致しているかどうかっていうのを確認するという話をしましたけど、時に使われる感じです。はい、これがスタックインフォメーション。そして、それを束ねているスタックインフォメーションズが、まあ、これはインナークラスですけど、定義されています。そして、ここに、そのスタックのすべてのリストですね、がここに格納されています。これは、型が違うやつですね。型が違うバリエーション。同じスタック位置、スタックインデックス内の違う型のバリエーションがここに格納されているという感じです。で、それから、スタックの、位置、スタックインデックスに対応するものがここのポジションに入って、保持されています。それから、スタックインフォメーションポジションというのは現在使っているこいつのオフセットインデックスですね。本当この辺ややこしいんですけど、が、入っています。はい。で、クローンの話しましたね。このスタックの、リストをまるっとコピーして、これの中身って構造体なんで、これをトゥーリストするとコピーされるんですけど、そうすると構造体なんで中身も全てコピーされると。で、それを持って新しいスタックインフォメーションズを作るみたいな感じですね。で、この時のスタックのインデックスは変わらないので、ポジションはそのまま渡すみたいにしています。それから、ゲットはアットっていうのが、なんだっけな、スタックとして要求する型を指定しておいて、その型と同じものがすでに以前定義されていれば、それを、そのシンボル名をそのまま返し、なければ新しく追加して返すみたいな処理をします。で、ファイルインデックスで定義されているかどうかを見て、同じ型かどうかですね。同じ型かどうかを見て、存在すれば、それを利用しているというのを示すために、このスタックインフォメーションポジションにインデックスを入れて、そして、そのシンボル名を返すと。なので、これでイント32を要求すれば、イント32の、ローカル変数のシンボル名が取れるし、イント64を、指定すれば、イント64用のローカル変数のシンボル名が得られるみたいなのがあるんですね。で、まあ、ない場合作るんですけど、ここでシンボル名をこんな感じで作っています。
このローカル変数は、型ごとに、タイプごとに、別々のものが、定義されるので、こんな感じで作ってますね。まず一つは位置を表す。スタック0番目か1番目か2番目かを表す。それから、それにさらにその型名を結合してやればユニークになるだろうということで、これで作ってます。で、これを使って新しいスタックインフォメーションのインスタンスを作り、そして、現在のそのスタックの位置を、新しい位置に更新して、これ今新しい、ローカル変数を定義したので、アットするんですけど、アットするのでインデックスが変わるから、それを更新して、で、シンボル名を返すみたいな流れになっています。で、ゲットカレントは、現在使ってる、そのシンボル名ですね。シンボル名とそのタイプの情報が、このゲットカレント呼び出すという、取得できます。それは単純に現在使っている位置がスタックインフォメーションポジションにあるので、それの、リストの内容をそのまま返してやるという感じです。で、あと、エクストラクトスタックスは、このクラス内で定義されているすべてのシンボル情報を、列挙できるように返しています。これは、最後の最後ですね。最後の最後に、スタックに対応する、ローカル変数の定義を、ソースコードに追加しなきゃいけない。つまり、これですね。こいつ。しかも、これ全体にわたって、もうちょっと言うなら、このリスト全部についての、この辺の全部についての、こういう宣言をソースコードに追加しなきゃいけないので、それを収集するためのメソッドが今の、エクストラクト、スタックスというメソッドで、1個分については収集します。で、あとは比較ですね。さっき言ったように、スタックが完全に一致していることを確認するために、使うイコールズのメソッドが定義されています。それから、ブランチターゲットインフォメーションは、パスリメインズの Q に格納する情報が、このクラスで定義されています。内容としては、その時点のターゲットインデックス、IL バイツのオフセットですね。それから、スタックインフォメーションズポジション、現在どこのスタックまで使っているか、プッシュしているかっていうのを表しているポジション。そして、スタック全体の情報、スタックインフォメーションズリストスナップショットが、格納されます。で、まあ、コンストラクターでそれぞれ代入してるんですけど、現在の値はここから取れてくるので、こいつらはすべて列挙しながら、クローンしながら新しいインスタンスを作り、そいつをトゥーリストすることで完全なコピーが格納されるという流れです。はい。まあ、この部分は、格納される情報としての中核は今の部分で、まあ、フィールズは、まあ、ちょっと省略しますね。この辺は、メソッドの情報だとかが格納されている。あと、先ほど図で、説明してた、要素が、ここら辺に定義されているので、まあ、もし知りたければ、各自見てみてください。で、あと、コンストラクターは、外部からメソッド名と、それからパラメータの情報、それからローカル変数定義と IL バイツですね、を別々に渡すようになっています。今のところ、このパラメータインフォとローカルバリアブルインフォは、これリフレクションの型なので、ちょっとテスタビリティが悪いんですけれども、まあちょっと、細かい IL のテストしたいと思ったときに、ここをもうちょっと、なんか汎用的なクラスを定義して、そちらを使うように変えたいと思います。そこはまあ多分、構造に影響はないので、後でいつでもやりたいと思ったときにできると思うので、今はこのままにします。で、まず、IL バイツがないって状態は、これ NG なので、要するに、IL が1バイトもないんですよね。それって、スタートしようと思ったら、解釈するオペコードがないって話なので、それはもう絶対にダメなので、ここで一応弾いています。で、新たにこういうクラス作っておきました。インバリットプログラムシーケンスエクセプションというクラスが定義されています。まあ、これスロー、全体にわたって使うようにして、するようにしました。
なんか、どうやって裏返そうっていうのを、ずっと放置してるとですね、会うとき、返すのが難しいって状況になるといけないので、一応これを全部使うようにはするようにしました。で、あと、メソッド名とか、まあ、全部、ローカルに一旦格納します。で、デコデとパスナンバーズは、前、アイディアで示したように、IL バイトに、1対1で対応するような、そういう配列を用意しておくと。で、まあ、ブールじゃなくて、先ほど説明したように、パスの番号が格納できるように、イントで一応用意するようにしてます。このサイズは大丈夫なのかって話なんですけど、これは要するに、メソッドの IL の、長さが膨大になれば、ここもサイズでかくなるので、非常に問題ありますけど、そんなでかいメソッド定義しないだろうっていう前提において、まあ、このままにして。まあ、でかくなるんだったらね、ハッシュセット使った方がいいと思うんですけど、ハッシュセットコストがあるので、まあ、この方、これで十分かなと思います。で、最初にデコードする情報ですね。それをQ の中に1個だけ入れておきます。ブランチターゲットインフォメーションで、コンストラクタに、どこから、解析を開始するか。で、パスの、なんだっけな、インデックスとポジションと、スタックの現在の、位置ですね。まあ、これ当然最初なので、スタックに何も積まれてないので、0。で、からのスタックの情報というのを出して、延期しておくことによって、まあ、できるから開始できるという流れになります。はい。で、まあ、デコードのコードなんですけど、トライデコードは、まあ、あんまりなんか、以前とは変わってないですね。唯一、最初に、デコードが、すでに、デコードされているかどうかをデコデとパスナンバーズで、確認しています。されていれば、もうこれ以上解析するものはないっていう感じで、ブルーフォルスで返してます。で、通過したら、ここにマークをつけるわけですね、パスナンバーで。で、あとは一緒ですね。バイトコード1バイト取り出して、そこから IL コンバータが取れるかどうか取れればそれを採用。そうではなく、なおかつ IL バイツの終端に来ちゃったら、それはおかしいので、インバリドプログラムシーケンスエクセプション。で、1個ではデコードできなかったので、もう1個取得して、そこからワードを作って、で、ゲット IL コンバータで、トライゲット IL コンバータで、再度取得を試みて、取れれば、そのまま、それを返すと。で、まあ、2バイト見てもダメだったら、それ以上はないことは分かっているので、もう2バイトプログラムシーケンスエクセプションをスローすると。いいですね。こんな感じ。はい。ってな感じです。それから、フェッチ。フェッチはフェッチバイトだけが、まあ、ポイントですね。まあ、ちょっとアサート入れてありますけど、今からフェッチしようとしてるのに、IL バイツの終端にもう到達してる場合は、インバリッドプログラムシーケンスエクセプション。そうじゃなければ、1バイト取り出し、ターゲットインデックスをインクリメントしておくと。で、まあ、あとは、それを呼び出すだけですね。フェッチユイント16は、フェッチバイト2回やって、で、それを、くっつけて、リトレインディアンとしてくっつけて、で、値を返す。で、uint3 にはさらにそれを、2つ、uint16 の値を2つ取ってくっつける。そして、uint64 は、さらに uint3 にを2回呼び出してくっつけるみたいな。まあ、まあ、こんな、そんだけのことですね。はい。で、ターゲットインデックス、は、まあ、外部でこの値を参照できるようにするために一応パブリックなプロパティとして公開してるんですが、これは、まあ、例外にスローするときに情報として使うだけですね。現在の位置がどこなのかっていうのを表すために使うみたいな感じで、これを使って IL バイツの任意の場所をゴニョゴニョみたいなことは IL バイツがここの中にプライベートで保持するようにしてあることで直接できないように変えました。フィールズの、ここですね。IL バイツ、プライベートにしてあるので、インデックスだけ取れても IL バイツは直接は見えない。ということで、一応安全性を担保しています。それから、トランスファインデックスが、
指定されたオフセットを計算した新しい位置に飛ばします。それはまあ結局内部でセットインデックスを呼び出してるんですけど、セットインデックスで指定されたインデックスに置き換えるんですね。まあ一応チェックしてます。マイナスの値だとか ILY 数がこれより超えた位置にそのジャンプしようとしている場合はここでインバイトプログラムシーケンスエクセプションをスローすると、まあ、そうでなければ一応移動は成功するとみなして、ダイングしています。もしこれが、オペコードとオペランドの間のなんか不正なバイトのところにジャンプしたりとかしてると、多分まあそのうちデコード失敗するのであそこでまあ検出されるだろうというような感じで、まあ、軽く考えています。次に、スタックの操作はプッシュスタックで要求したいその型ですね、int32 の値をプッシュしたいんだっていう場合はターゲットタイプに int32 というのを指定すると、そうすると心の中でその判定が行われてシンボルが返されると、ストリングで返されます。で、判定の仕方はスタックインフォメーションズリストを、超える場合、これは要するに新しい位置にスタックをプッシュする場合ですね。まあ初回もそうですけど、新しい位置にプッシュする場合はまだリストの中にその情報を格納する場所を作ってないので、なので、ニュースタックインフォメーションズで新しい、スタックインフォメーションズのインスタンスを作り、これをリストにアットしておきます。でまあ、そうじゃなければ既存のやつがあるはずなのでその、インスタンスを取り出すという流れですね。で取り出せたら1個スタックがプッシュされるので進むので、プラプラで進めておいて、で、ゲットはアートでゲットはアートを呼び出してその必要なシンボル名を取り出すと、このスタックインフォメーションズが特定されていればもうあとはターゲットタイプを指定すれば、ゲットアートの中で自動的に、その、同じ型のものがあれば、そのシンボル名へ、そうじゃなければ新たにシンボル名を生成して返すみたいになっているので、これでついつまが合う感じですね。外部からは、まあそういう細かいことは考えなくても、プッシュスタックを呼び出せばいいと。で、ポップスタックは、まずスタックの底にいるのにそこからポップしようとするのは明らかにおかしいので、これは IL がおかしいということでインバリットプログラムシーケンスエクセプションをスローする。でそうじゃなければ、スタックの位置を1個デクリメントして減らし、そこの位置の、現在の、スタックの情報ですねを取り出して返すみたいにしています。ここでそのスタックインフォメーションを直接返したいので、スタックインフォメーションはインナークラスじゃなくて、まあ、外に出してあると、外に出してインターナルになっていくっていう流れです。それから、パスは enqueue new pass、これは、ブランチターゲットが計算できた場合にそのオフセットを指定する と、それが新しい Q に挿入される感じですね。で挿入は挿入自体はもうこの場で何も判定しずに、挿入します。これこの後、現在見てるパスが全部解析完了して次の Q を取得したっていう時にデキューされるんですけど、まあデキューされた時に、その、Q されているものが Q されている先が判定すべきかどうか、要するにすでにパス解析済みなのかどうかとか、そういう細かいことはまあデキューするときに判定するという流れなので、enqueueするときにはまあ何も考えずに enqueueしています。でそのデキューがここですね。トライデキューネクストパスで、まず、パスリメインズに要するに Q の中に値あじゃない情報が入っているかどうかで、入っている限りこのフォアイを繰り返すようにしています。入って、何も入ってなければ、ないですという感じでフォルスを返して、戻るみたいな、終了するみたいになってます。で、ある場合はそれをまず取り出します。で、その遷移先がターゲットインデックスに入ってるんですけど、これその遷移先の位置がすでに解析されているかどうかをデコーデッドパスナンバーズで見ます。解析されていれば1以上の値パスナンバーが入っているので、
その場合、if の中に入り、ここでスタックが完全に一致しているかどうかをシーケンスイコールで確認してるんですね。こんな感じですね。シーケンスイコールで、保存済みの、スナップショットのスタックの情報と比較して完全に一致しているかどうかを見ていると。もし完全に一致していれば、再解析しなくてもそこに安全にジャンプできるという確証が得られるわけですよね。スタックの構造が全く一緒なので、なのでジャンプしても問題なく、実行できるだろうということで、何もしずに、次のパスを、デキューするみたいな流れになっています。で、そうではない場合は、下に落ちてきます。で、そうすると、パス解析が必要だということがわかると。で、パスナンバー、今解析する、しているパスナンバーをインクリメントします。最初1ですね。2、3、4というなってくるんですけど、それをインクリメントする。そして、解析、開始位置ですね。ターゲットインデックスを、この保存しといたブランチターゲットから復元します。つまり、この値が今、ブランチ先のインデックスになったってことですね。で、あと、保存しておいたそのスナップショットのスタックの情報を全部現在のその新しい、だから現在のそのスタックの情報として全部復元します。リストもそうですし、それから、現在のスタック1。これ、中途半端な状態かもしれないですね。スタックが一番底、つまり0にあるわけではなくて、今2番目だとか、十何番目とかにあるかもしれないので、指してるかもしれないので、その情報も含めて復元されます。で、これで復元すると、パス解析ができるようになるので、true を返すという流れですね。はい。ここで while を使っているのは、ここの continue のためですね。ここで、スタックの構造が全く一緒だったら次に行く。まあ、つまり現在のやつを無視するみたいな流れになっているので、while でやっている。いうことになります。大丈夫かな？パスはデキューされているから、1個減ってるはずですよね。無限ループになるってことなんですね。はい。と、あと最後に、エクストラクトスタックスで、さっき見たスタックインフォメーションズにあるエクストラクトスタックスを、まあ、再帰的に全部呼び出しながら、アンループして、で、全部平坦にしたイテレーターを返すみたいな感じにすることで、こいつを呼び出せば、すべての必要なスタックの情報が、列挙できるという流れになります。はい、ちょっと長かったですけど、これでデコードコンテキストが出来上がったみたいな感じですね。で、あと、まあちょっと全部やるとあれなんで、ポイントだけ絞っていきますけど、I/O コンバーターは、前とほぼ変わってないです。まあ、名称だけ、デコーダーは、なんか長い名前つけてましたけど、デコードオペランドという名前に変えました。で、受け取るのはデコードコンテキストです。そして、アプライは変わってないですね。まあ、デコードコンテキスト、アプライコンテキストから名前変わってるんで、デコードコンテキストになってますけど、まあ、基本的な骨格は変わっていないと。で、まあ、あと、この IL コンバーターが、その、オペランドとして受け取る方を、ジェネリックで指定できるようにしてあります。これ今 T になってますけど。で、アプライ、このアプライですね。このアプライは、ここでオーバーライ、シールオーバーライドされて、で、オペランドがこの T にキャストできるという前提で、オーバーロードされたアプライを呼び出し直すようにしてあります。ここでまあ簡易的なチェックが行われて、タイプセーフな実装ができるような感じにしてあるって感じですね。はい。それから、まあこいつを使った感じで、ちょこっとだけ例を見せましょうかね。まず、NOP はまあ、あれですね、インラインランコンバーターを継承していて、まあ、例によって何もしない。ヌルを返すと、ソースコードも出力されないみたいな。で、これリターンなんですけど、リターンは、このデコードコンテキストが渡ってくるので、こいつのポップスタックを呼び出すと、そうするとスタックの情報が得られますね。
で、このスタックの情報に、そのシンボル名が、ポップしたスタックに対応するシンボル名がこれで取り出せるので、リターンホニャホニャみたいな感じの文字列を作ることによって、これでソースコードが生成されるという流れです。アイボコンバータはね、なんか前に比べればちょっと実装は楽になったような気がします。もうちょっと例を見せないとね。まだ LDC とかいいかな。わかりやすいかな。LDC も、オペランドはないですね。で、プッシュ、LDC ってプッシュするじゃないですか。で、プッシュする型は何かっていうところイントなので、なのでプッシュスタックで、タイプオブイントっていうふうにやると、そうすると、プッシュ、今まさにプッシュしたあのものに対応するシンボルの名前が得られるので、これがちょうどあれです。アンダースコア、これで言うとこの、こういう名前ですよね。あのアンダースコア、アンダースコア、スタックゼロのイント32キーとかイント64キーとか、これが要するに型に応じて適切なあのシンボル名が、今のプッシュスタックで返される。ので、そいつに1を代入するみたいなソースコードを作れば、そうすればあの C のソースとして成立するみたいな、そういう流れですね。まあ、I42 とかもそうですね。単に2になっただけ。それから、I4 コンバーターはオペランドとありますね。なので、インライン I4 コンバーターというのを継承すると、そうすると、オペランドをイントの値として、渡ってくるバージョンが使えるので、こいつを使って、プッシュスタック自体は変わらない、そのシンボルと、それから代入すべき値はオペランドに与えられているので、それを使ってフォーマットすると、そういう C のソースコードができると。あ、なんか、割と分かりやすい感じに書けるようになりました。で、I8 の場合は、オペランドがイント64なので、インライン I8 コンバータというのを使うと、そうすると、オペランドはロングですね。ロングとして渡ってくるのは、後の流れは全く一緒です。で、これは、何らかの数値が渡ってくるので、フォーマットとして最後に、LL、リテラル値として LL みたいに、書いてやることによって、まあ、C のソースコード上でも、そのイントログ用の値として、ついつまがあるような感じになるという感じですね。まあ、あと、代表的なのは、アットとか見ますか。アイスメティック、エティカルコンバーターズっていうソースコードに入れたんですけど、アットコンバーターで、こいつはちょっと複雑ですよね。2つの、スタックを取り出して、で、アットして、で、1個またプッシュするみたいな流れですよね。これどう構成するかというと、コンテキストからポップスタックを2回やります。そうすると、それぞれのシンボル情報が得られますね。SI1、SI0 みたいな感じで得られます。で、ここで、問題なのが、散々見てた、アットの、これアットだったかな、あ、ちょうどアットですね。これ、オペコーズアットなんですけど、これの、この表ですね。この表でいくところの、バリュー1のタイプとバリュー2のタイプに応じて、結果の型が違う、結果のタイプが違うってことを言ってます。まあ、とりあえず、今は、イント32とイント32を足してイント32、それからイント64とイント64を足してイント64という2つの場合に対応させるために、ここで、その、ポップスタックしてきた、スタック情報のターゲットタイプを両方とも見てですね、両方ともイントだったら、SI0 と SI1 のターゲットタイプが両方ともイントだったら、そしたら戻り値もイントになるはずですよね。で、今ポップしてあるので、ここでまたプッシュするわけですよ。イントで。で、そうすると、適切なシンボル名が返ってくるはずですよね。これって、イント32とイント32を直前でポップしているので、多分なんかスタック0に、イント 32t の値が割り当てられたようなシンボル名が返ってくるはず。で、それらを使って、ほにゃほにゃイコール、ほにゃほにゃ足す、ほにゃほにゃみたいな、なんかそういうあのソースコードを生成すると。格納先の名前、それからシンボルじゃない、スタッ
ック0の名前、スタック1の名前みたいな感じで出力すると。で、もう一つ、イント64の方はターゲットタイプが両方ともイント64の場合は、結果もイント64になるので、プッシュスタックでイント64の値をプッシュするみたいにすると、シンボル名が得られるので、そいつへ、2つの値を足した値を代入するみたいなソースコードを出力すれば、そうすればイント64の足し算が完成するという流れになります。ああ、ややこしい。なので、ここの部分は、先ほどの、これですね、ここの表に合わせて今後、これらの今実装してない部分ですね、ここと、あと、この他の方、まあ、この辺全部を、後々対応する必要があるでしょうという流れになります。まあでも、まあ見ての通り、めんどくさいですけど、単純なので、まあ、書いていくだけですね。うん。はい。大体こんな感じかな。ということで、このような感じで、全部ガリガリ書き直したコンバーターを、長くなるので、ソースコードも分割して、ちょっと見やすく、特定しやすい形で、分けておきました。これは IL コンバーターズというフォルダの中に全部入っています。ああ、さて、長かったですけども、大体こんな感じですね。で、今現在、ビルド等っていうのと、それから、まあ実はですね、テストも通っています。既存のテストですけど、通っています。で、テストの方ちょっと見てもらった方がいいかな。例えば、このイント3にラージバリューメインボディは、A と B をイント32の値で代入し、それの足し算を行って、その結果を返すみたいな部分です。そういうメソッドになっています。で、こいつを変換するとどうなるかなんですけど、大体こんな感じになります。まず、戻り値はイント 32t。で、関数名はまあこのそのままですね。で、引数はないです。で、最初の頃にやったバージョンでは、4つのローカル変数が定義されていると。まあ、ここは変わらないですね。ローカル0、1、2、3みたいになっている。そして、そのすぐ後に、その先ほどエクストラクトスタックスっていうメソッドが最適的に呼ばれて、で、全部のスタックのシンボルが列挙できると言ったんですけど、あれを使って、今この例で言うと2つ出てますね。スタック0イント 32t ってやつと、スタック1イント 32t っていう2つのシンボルが、追加で宣言されるようになっています。で、これらを、あとはもう、なんかゴリゴリと今説明したような感じのソースコードで、割り当てたりとか、ほぼ代入ですね。代入して使うみたいな感じの流れになってます。で、これ見ると、最初に、1234567 8を、スタック0のイント 32t に一旦入れ、そしてそのスタック0イント 32t の値をローカル0に入れる。これって、この行が LDCI4123456678 に対応します。そして、ここが ST60 に対応します。わかりますかね。つまり、これが、これ、ごめんなさい。これと、これが、スタック0の、参照に相当しているわけです。で、次も、LDCI423456789 なので同じスタック0を使うんですよね。でしかも型が一緒、イント32なので同じローカル変数を使い回してますね。こんな感じです。ここをまあ分けるべきかどうかっていうのをちょっと最初分けなきゃいけないんじゃないかと思ったんですけど、まあとりあえず今はなんか同じように流用した方がなんかつじつまが合いそうだったので、スタックが完全に一致してるかというのは確認するときにこうしておいた方が一致するんですよ。なので今は流用するようにしてあります。っていう感じでものすごい冗長なコードに見えるんですけど、最終的に、スタック0とここですね、スタック0とスタック1にローカル0とローカル1が代入され、つまりこれは、ロードロック0とロードロック1ですね。
に対応して、で、アットを発行すると、そうするとスタック0とスタック1の内容が足されて、そしてまたスタック0に代入されるというコードが晴れて出たわけですよ。すごい大変だったけど出ました。で、この値を、ローカル2に結果として代入すると。そしてまあ今のところロズリが出している意味不明なコードなんだけども、ローカル2の内容を一旦スタックに積み、その、スタックの値をローカル3に入れ、ローカル3の値を再びスタック0に入れて、そしてスタック0の値をリターンすると。まあとにかく冗長ですよね。で、まあこんな感じで、他のテストも全部変更して通るっていうことは確認してありました。さて、我々のまあまずうまくいったっていうので万歳っていうのがあるんですが、我々の一番の関心事は、果たしてこのなんか冗長なコードが、C 言語上どうなのかみたいな、ネイティブコードとしてどうなのかっていうことですよね。で、どうしようかな、どれを試そうかな、例えば、これイント32ですよね。これいきますか。このイントログメインボディ、これは、これですね、このコード。64ビットの値で1と2を入れて、そして足し算してその結果を返すと。これはまあ人間の目で見れば、これって要するに64ビットの3の値、3が返ればいいよね、みたいなことは瞬時にわかります。そして、C のネイティブコードでもリリースビルドした場合は3を返すたった2命令に圧縮されてほしいよねって思うわけですよね。果たしてこの冗長なコードが、そういうコードに、最適化されるのかどうかっていうのを試したいですね。簡単にやるには、このテストをデバッグで実行してソースコードを取り出します。はい、で今ここに入っているので、こいつこんな感じですね。よいしょ。まあ今説明した通りですよね。でしかもこれあれなんですよ、実はスタック0をイント32で使う場合とイント64で使う場合があるので、ちゃんと正しく別々のスタックとして出てますよね。はい、でまあこの辺になんかキャストがあったりしますけど、イント 64T とかキャストがあったりします。これはコンブ i8 に相当するのかな。キャストになるよね、みたいな、なんかそんなコードですよね。はい、これをコピペするわけです。得られたので、ソリューション上の、C++ のプロジェクトの、ここですね、メインのところ、ここを書き換えます。メイン、あ、しまった。ごめんなさい。こんな感じですかね。で、まあ、まずはデバッグビルドで動かしますか。これ、このソースコードのところで、先頭でブレイクするようにして、はい、今来ましたね、ここに。C、これ C です。で、これここで止まってますね。で、これでデバッグの、よいしょ、ディスアセンブリーで見ると、ちょっとソースコードが入っているので分かりにくいから、ソースコードをちょっと外しますか。こんな感じにしてみるかな。ああ、ま、わからん、わけわからんな。ちょっと困ったな。入れた方がいいのかな。こうするか。やっぱりこう、あれ、出ちゃいますね。じゃあ、リターンがどこにあるかというと、ここですね。ここにちょっとブレイクを入れれば、ソースコードをディセーブにすると、どこからどこまでかわかりますね。ここからここまでですね。ちょっと字ちっちゃいですけど。まあ、大体こんなコードですよ。で、これ、ほぼ、書かれてる通りです。
つまり、あの、スタック0とかスタック1とかに何か入れたり出したり入れたり出したりみたいなあのコードがほぼそのままあのマシンゴコードになってる感じですね。ちょっとだけ見ると、例えば、ここはスタック0の int32t に1を入れてるとこなんですけど、move d ワードポインター、ここですね。move d ワードポインターで1を入れてる。そして、その値が move sxd で、64ビットに拡張されている。で、その拡張された値は、スタック0の int64t に入るみたいな感じで、まあ大体1対1で、何も省略されることなく書いた通りに、コードが、出力されている感じですね。はい。じゃあ、いよいよこれを、最適化された、リリースモードでビルドしてみますね。はい。で、実行します。はい。今、ここで止まってます。メソッドの終わりで止まってるんですが、この時の、ディスアセンブル見ますね。ですね。お前どこ行ったみたいな。ああ、この辺ですかね。ああ、なんか、ちょっと、いかんですね。わけわかんないですね。あ、大丈夫かな、これかな。ちょっとあまりにも入りにくいんで、ちょっとブレークかける位置を。ここと、ここでいけるかな、先頭でいけるかな。あと、リリースにするとですね、本当に最適化かって、ブレークとか入れにくいんですよね。うまく入らない場合がある。あ、やっぱ入る。あ、これいいかな、これならいけるかな。これで、どうだ？あ、出ましたね。ほら、こうですよ、こう。たった2命令。しかも、3ですよ。3。こう。はい。つまりですね、C コンパイラは、このなんか冗長なコードを見て、これ3やんけと。3返しゃいいじゃん、みたいな。何もこんなややこしいことしなくても3返しゃいいじゃんって、ちゃんと。分かったわけですよ。分かってくれたわけですよ。いや、素晴らしい。これですよ、期待していたのは。はい。というわけで、ちょっとね、この、なんかすごい冗長なコードが、果たして最適化されて、短くなるのかっていうのは、懸念材料だったんですけど、まあ、キューでしたね。このぐらい難なく、解析しますよ、みたいな。C コンパイラーのチームってすごいですね。いやー、これを現実的な速さでコンパイルできるように作るんですから、変態としか言いようがないな。はい、ということでですね、ちょっと長々となりましたけども、これ、まあ、せっかくなんで、この状態で、どこ行った、これだ。素水ね。はい。まあ、これサンプルコード変えただけですけど、これで、シャープの14、6の14と、しときますかね。はい。タグもつけますかね。一応、動いたんで、マイルストーンその2と言ってもいいかな。はい、こんな感じですかね。ちょっとさっきなんか変な説明しながらなんか変だなとか言ってたところあったと思うんですけど、ちょっと後で見直しておきます。はい。ということで、ちょっと苦しかったですね。5回分ぐらいだった。5、6回分ぐらい、なんか、うーんとか言ってうなってたような気がしますが、なんとか、すごい冗長なコードが出ましたけど、まあ、結果として、
ネイティブコードに落ちてもまあまあ想定した通り全部消えてなくなったねみたいないいコードが出たので結果オーライみたいな感じです。まあですね、まああのままにしといてもいいんですけど、まあ一つはそのコードの中間コードの可読性の問題と、あとはですね、まあ今後いつぞやの段階でそのデバッグの対応、要するに出力されたその C のコードがその C シャープでいうところのみたいなののデバッグの対応をするのに、まあさすがにね、なんかスタックゴリゴリっていうのが間に挟まってるとデバッグがやりにくい可能性もあるので、まあちょっと対応したい、もうちょっとなんかまともなコードが出てほしいなみたいな。まあちょっとね、ループをホワイルに展開するとかね、もういいかって今のコードが出た時点でね、まあ、あとはジャンプがちゃんと対応できればそれでいいかみたいに思ってるんで、そこまでやる気はあんまりないんですけど、まあなんかスタックをなんか入れたり出したりみたいな冗長なコードがもし削減できる、なんかうまいハックみたいな感じでうまく改善できるようであれば、まあ対応したいなと、まあ、いつぞやの段階でいや、なんかやりたいなというふうに思います。ということで、ちょっとすっごい長かったんですが、とりあえず山は抜けた感じで、ちょっとあれですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、今、写真を見直してるんですが、見られてはまずいものがあるかもしれないので、今カットしてるんですけど、どれだったかな、どれかが、この間からなんか上げてるもので、これじゃないなぁ。これでもないかなぁ。いや、この前かな。あ、これだ。これかな。ありました。これですね。これ。はい。長かったな、ほんと長かった、苦しかったな。まあ64ビットやりました。それから引数のサポートもイント2個みたいな感じでやってますね。それから分岐のサポートはとりあえずコアの部分、内部の構造の部分についてはやったんですけど、実際の分岐についてまだ確認してないので、まあこれやりたいですね。なんでまあここが、まあ半分終わったみたいな感じですかね。まあこの後分岐のサポートの確認をすると。でまあちょっとここ41が入っちゃってるんであれなんですけど、まあ41とスイッチケースが入ってるんであれなんですけど、多分、分岐がちゃんとできるようになれば、if else for while、まあ、do for while も入ると思うんですけど、あと for ぐらいはちゃんと動くようになるんじゃないかなという気がしています。ので、そこをやると。で、その後どうするかですよね。まあ、ようやく一個山を越えた感じだけど、ここから先もまた難しいですね。まあ、ちょっとこの辺もやってもいいかもしれない。このぐらいまでかな。で、多分ここまで来るとですね、次に越えなきゃならない山が、参照型、つまりクラスですね。まあ、一番単純なものとしてストリング、まあ、ストリングちょっと微妙ですけど、まあ、ストリングあたりかなっていう気がしますね、やることとしては。まあ、あるいは、バリュータイプをやるって方法もあるかもしれないですね。今回のそのコア部分の見てたんですけど、まあ、int32t と int64t しかやってないんですけど、バリュータイプであれば、なんか今の構造、ほぼそのままで、構造そのままで、いかにしてその C のコード上でバリュータイプを表現するか。これは要するに、構造体ですよね。C でいうとこの構造体に、対応させる方法を、まあ、考え出せば、比較的、なんか問題は少なく対応できるんじゃないかなっていう気がします。ので、まあ、そっちをやってもいいかもしれないですね。
まあ、8ミリ16ビット整数、まあ、見えてるしね、まあ、ちょっとブルーは、まあ、多分いいと思うけど、まあ、あとフロートダブルはあれですね、あの、ビットコンバーターが、プラットフォーム依存なんで、まあ、あのあたりをどうするかみたいなことを考えれば多分クリアできるのでいいと。なので、まあ、そのあたりへ進んでいく感じですかね。はい、まあね、あの参照型に踏み込もうとすると、あのクラスを構造体でどう担保するかだとか、それから、GC のことをちょっと考えなきゃいけないだとか、それからその参照をどう表現するかですね、参照ハンドルみたいな中間的なものを何かを用意するのか、まあ多分用意しないと難しいとは思うんですけど、用意するのか、それから、クラスに対応するものは、まあ、C でいうとこの構造体で表現するしかないんですけど、C プラプラでいうとこのね、V テーブルとか V ポインターみたいなものをどうするか、まあ、なんか、全く同じように定義するっていう方法ももちろんあるし、まあ、それが適切ならそうすればいいんですけど、そのあたりの、あれですね、どうするかを決定するところとかですね、結構大きすぎるんですよ、すごい踏み込もうとすると。なのでまあその前にバリュータイプやった方がいいかもみたいなのはちょっと思ってます。はい、ってな感じで、次、なんかもうやっと思いのを抜けたのでちょっとホッとしてまたちょっと進むかも、あの進みが早くなるかもしれないですけど、はい、そういう感じで、進めていきたいなと思います。私はあの最終ですね、週末にあのドットネットコンフ2017東京があの開催されるんですけど、そこにあの、アンプラグドの枠であの登壇することになっています。登壇っていうとですね、なんかちょっと違うイメージあるんですよ。アンプラグドなんで、アンプラグドってあの、好き勝手に喋っていいっていうあのそういうあの楽しい時間を あのありがたくいただけたので、そこであのこの IL2C の、 あの 話というかですね、皆さんとその話をしようと思って いるので、あの興味のある方はぜひ参加していただきたいなと思います。具体的に何の話をするかっていうのは、あのこの IL2C のこの連載の進み具合によっても変わってくるので、あの要するに当日にですね、あのもう旬なね、ホットなネタですよね、で当日の前回までに終わった話の続きみたいなのを、ビデオもあの持ち込んでですね、あのつまりはですね、この今撮ってるビデオの延長みたいな、あの第、ドットネットコンフ会みたいななんかそんな感じで、あのもうぶっちゃけ何の予定も入ってないんですけど、どうするかみたいなのは考えてないんですけど、そんなノリで、あの、やったらどうかなみたいなのを、もうめちゃくちゃですけど、ちょっとあの考えているので、まあなんかちょっと、あの、お付き合いいただけたらな、嬉しいなと思います。なんか、あの、ネタを持ってきてもらって、こうした方がいいんじゃないとか、あるいはこれどうなのみたいな話とか、あの、大歓迎なので、アンプラグドなんでね、あの、脱線しても構わないと思ってるんで、あの、この IL2C から幅を広げれれば、どんな話でも OK ですので、あの、皆さん、あの、もし、あの、参加できるのであれば、ぜひ参加してください。あの、ドットネットコンフの、あの、会場でお会いしましょう。というわけで、今回は、あの、これで終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。